まもなく黄色い線の内側に下がれ。黄色い線の内側までお下がりください。クライムバトル。それじゃあカウント始めんぞ。5秒前、4、3、2、1。ああ、やれやれ。ゴー！ 8200と互角にダッシュするなんて、渡るさんの8500すげえや。俺の4051も全剣上がりだけど、桁違いだよ。そりゃそうだろう。神戸電鉄で樹くんの友達の店に負けたことが相当ショックだったみたいで、ほとんど同じ車だから、まあ、それよね。そんな時に東急の外に誘われて、会社予定の8200系も自由に使っていいって。予算はなかったけどね。兄貴はすごく満足してるよ。前の2800よりも戦闘力上がったって言ってる。新シリーズはゴープリンセスだっけ。新しい出発にふさわしいタイトルだよね。ほんとやめてくんないかな。聞いてないし。地上に出れば軌道はヘビーウェイト。どんなに強いのか。 3VF では出力を全部使い切れない。短い路線ならこの雨だ。慣れないコースでどこまでモチベーションを保てるか。スタミナならお坊ちゃんにも負けないか。ゲロ吐くところまでとことんやろうや。ドライバーとドライバーの勝負だぜ。ストリートファイトはハートの強い方が勝つんだ。前衛の編成は前衛と視線にマッチしてる。扱いやすいパワーってわけだ。それにしても上手くなってやがる。手こずりそうだ。短期決着ってわけにはいかないぜ。楽に勝たせてくれるなんて最初から考えてなかったが、バラック食っていくぞ。そうだ、私ね、免許取ったんだよ。え、そうなの？ひょっとして所定避難鑑別士免許？違うよ、公衆電気車操縦者免許だよ。何それ。みんな騙されないで。そいつ偽物よ。そうか、サニー、二子玉川、揃って通過したところだ。パリパリ疲れてるやつ。簡単には勝つくれねえよな。早いからな、8500。それにしたって、この雨の中で渡るの8500についていくのは並大抵のことじゃないぞ。京子の時も思ったが、マスコン操作が本当にうまい相手だぞ。このバトル、もつれるかもしれないな。だが長引けば長引くと渡るにとっては有利なんだ。ケイスケさん、やっぱすげえや。少し話したいことがあるんだけど、いいかな。独特の駆動、主弦動機も担当してるな。藤原の2000回と同じコンセプトか。そういや、2000回のからくりを見破ったのもこいつだった。前衛と戦略のコンディションじゃうんざりするほどドンピシャだった。こいつは厄介かもな。よくついてくる。波のドライバーは 2K で自滅するぜ。高出力電動機は濡れた軌道は難しい。ならいいようにしてやるぜ。ここは踏ん張りどころだ。頼むぜ、8500回。
せ、8500回全 M 編成の投範力をなめんじゃねえぜ。一つだけ聞いてみたいことがあるんだけどな。はあ、ひょっとして地下に入ってすぐ横に並んだ時のことですか。そういうことじゃないんだね。抜いたり抜かれたりの駆け引きには疎いし、正直言って興味ない。俺が知りたいのは単純にモチベーションの強さがどっから来るのかってことさ。雨をものともしないあの高いモチベーションは一体どこから湧いて出てくるの。そう言われても特別なものは何もないですけど、俺だって雨は怖いしめちゃめちゃビビりながら走ってるんですよ。いや、俺が言いたいのは雨が怖いとか怖くないとかそういう次元の話じゃない。雨の怖さを理解した上で限界ギリギリのプッシュを続けるのは神経をすり減らす作業だからな。長い時間集中力を持続させるためには並外れた精神力のスタミナがいる。モチベーションっていうのはそういうものだと思う。俺が言ってる気持ちの強さってのはそういう意味なんだ。俺の経験から言えば、質の高いモチベーションは質の高い目的意識がなければ生まれてこない。ただ楽しいからとか好きだからという理由で走ってるだけじゃ無理だ。プロとアマチュアの差はそういうところにある。お前の走りはプロっぽいんだ。それが俺には不思議でたまらないぞ。え、プロっぽい？俺がですか？プロといえばプロだ。大体分かった。前の俺なら切れてたかもしれねえけど、ここのとこ取り組んでたマッコンワークの特訓が役に立ってた。もう少しは我慢だ。あいつが勝ったからな、俺も絶対に勝つ。うまいもんだぜ、超高等技術のマッコンワークだ。そんなにこんなにうまくなりやがった。だが俺の作戦に狂いはない。ここで引き離す。逃がすかよ。立ち上がりで並ばれただと。藤ヶ丘でか。あんなところで仕掛けてくると。ああ、購買では仕掛けた。藤ヶ丘の側線を使ってのコーナリングに。あんな短いのによくやるぜ。加速力でかなわないな。コーナリングスピードで勝負ってわけさ。そうだ、これはリーダーの指示じゃない。ドライバー自身が状況を判断して臨機応変に戦術を変えてるんだ。プロジェクト D、 やはり一筋縄ではいかないぜ。一気に勝負をつけるつもりだったか。もしかしたら、あとは終点中央林間でのブレーキング勝負。正真正銘のチキンレースだ。空前絶後のレートブレーキングを決めてやるぜ。こちら長津だ。差は全くない。完全に追いつかれた。そう言われてもな、自分ではよくわからないです。もっと上手くなりたいという気持ちはいつもあるんですが、プロっぽいというなら、プロジェクト D の他の人たちの方がよっぽどプロっぽい仕事をするから、俺はとにかく足を引っ張らないように必死で走るだけです。そうか。やっぱ環境なのかもな。俺はここんとこ精神面ではスランプ気味だったんだな。何かヒントになることはないかと思ってた。早いやつに会うとあれこれ聞いてみたくなるんだ。邪魔したな。モチベーションか。そういうのをあんまり意識しないでここまでやってきたからな。プロジェクト D の一員として動いていた自然に歩き戻ってきた。チームそのもののモチベーションが高いってことか。バトルになれば
凌介さんのために抱えていることもあるけど、一番強い気持ちは同じチームのあの人負けたくないという気持ちなんだ。来たぞ、完全に辛い地だ。あの速度で突っ込む気か。マジかよ、止まれるのかよ。おい、これどうなるんだ。俺に聞かれても。ちょっと電話してみるわ。何やってんだ、早く結果を教えてくれよ。どうした、何かあったのか。いや、それが。これを見てくれ。